どうも、アキです。栄冠9やっていきましょう。はい、6年目のシーズン、オフどんどん進めていきたいと思います。まあ前回の動画ではね、残念ながら秋大会まさかの敗北を喫してしまったんですが、もう僕は決めました。勝田を大エースに育てます。というわけでどんどんやっていきましょう。まあ本当にね、このオフに勝田にはしっかり進化覚えてもらって、本当に大エースになってほしいのと、赤徳のを消してくれ。プロ野球選手頼む。っていうところね、祈りつつやっていきたいなと思います。はい。いや、もう勝田がね、成長しないと。もう大エースになってもらいたい、勝田には。でも、若干ね、コメント欄にもあったんですけど、期待してる年に、甲子園に行けないっていうのがね、栄冠9あるあるみたいなことあったんですけど、いや、でも言ってもね、去年優勝してるチームなんで、ほぼ2年1年でね。連覇目指していきましょう。残念ながら春の甲子園はもう夢途絶えましたが、連覇目指していきたいと思います。はい、というわけで、あとね、結構特殊能力、特に勝田にね、特能つけれるといいななんて思うんですよね。勝田に特能つかないかな、なんか勝ち運とかつけばね、それこそいいんですけど。止まろ。というわけで、まあ、プロ野球選手いるんで、最悪そこでもいいんですけど、野球マスが出てくれば考えます。出てこない。うわー、上だとミゾットがいるのか。いや、下だな、これは。下だな。下ですね。下行きましょう。まあ、もう結構機材も揃ってきたので、赤徳の消してほしい。まずはね、本当に勝田の死球だけは消してくれないと、去年の甲子園でついちゃった。まあ、根気強く、そして粘り強く、やっていきましょう。え、おお、すげえ。藤倉の補給が一気に5も上がった。こういうのやっぱり、パン屋さんとかいいっすね、こういうの見ると。止まれないけど、次。お、ドラフト。さあ、ドラフトもね、今回注目ですね。まあ言ってもね、3年生2人しかレギュラーでは出ていませんでしたが、甲子園優勝した代の、さあ3年生たち。まあ4番の、選手と、セカンド守ってたね、山内だっけ宮内だっけどっちか忘れちゃった。宮内か。はプロ入りしてほしいですね。あとは、並木。リリーフエースの並木がどれくらいの順位で、指名されるのか、はたまた指名されないのか、そこも注目していきたいなと思います。ちょっといいのが引けないな。まあ名門から強豪に落ちちゃったんでね、この進行マスも1個減ってるので、それも結構大きいっすよね。コマンドか。こういう青とかにね、止まらないといけなくなっちゃって、今とかも勝田がね、ああっていう感じになっちゃうので、ちょっと5を消費しておきましょう。多すぎる。で、僕らが負けたね、神奈川北高校がね、優勝してますね。うわぁ、神奈川北マジで強かったな。さあ、ドラフト。お、戸田出た !4 番バッターですね。ウーム高校4番バッター、戸田。お、並木も1位、え、並木もドラフト1位だ。おー、マジか。並木もドラフト1位。え、山内もだ。え、成田、機械選手だったんだぜ。すごい。3年生めっちゃプロ入りした。平林だとやばい、平林がしかもピッチャーで、ドラゴンズに入った。やばい、平林が、まさかの、プロ入り。びっくりした。いや、平林プロ入りはビビるわ。はい、というわけでね。いや、いいドラフトでしたね。赤徳の消えないな。
いやー、ドラフト、ドラフト。これは、パン屋さんかな。まあ、栗山はプロになるでしょう。いや、平林がプロ入りするとはな、まさかだったな。よいしょ、しかもね、ほんとベンチの選手がなので2人プロに入ったって考えると頑張ってくれましたね。ちょっと5が多すぎる。11月、菅沼はやはりシンカーカーブを5-5に持っていきたいかな。うん、で勝田シンカーどれくらい覚えるの、時間かかりそう。まだかかりますね。頑張れ勝田。で1年生はとりあえず変化球を磨きましょう。はい、板垣、お、いいっすね。ミートパワー型が B になりましたね。全部これを全部 A にしたい。今泉、とりあえず打撃能力中心。宮内、総力 A まで持っていきましょう。セカンド、黒滝、ダイソー、代打要員。打撃上げましょう。こいつどう育てようか。とりあえずミート C までは持っていきたいな。いや、やっぱ、うん、違うな。肩守備とかもやっぱサードは D まで持っていこう。1年サード、こいつはセカンドですね。とりあえずオール D に持っていきましょう。で、篠田はオール C にまずは持っていきましょう。ショートね。浅井、ミートを A に持っていきます。まあ、行くか、もうミート A。いや、浅井、ミート S まで持っていこう。よし、決めた。お、荻野いいね。補給が60まで来たぞ。肩アップね。藤倉はとりあえず打撃能力中心でいいや。うん、うん、栗山監督。いいっすね。育ってきましたね。よいしょ。これはそうですね。ちょっと5を消費しますね。あまりにも5が多すぎるので、1回5を消費しましょう。で、プロ野球選手。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5は、ここかな。で、1からの5でいきましょう。で、アロマテラピー。さあ、そろそろ赤徳の消してくれ、勝田の、頼む。いいね、やっぱ5はね、能力の上がりがいいっすね。うわっ、アロマグッズが壊れた。うわー、くそ、逆のやつ来る。アイテム、アロマグッズあるかな。アロマグッズがない。仕方ないな。よいしょ、止まれないな。まあ、5からの2でいいかな。もちろん合宿やります。合宿で化けてくれないとね。勝田が化けろ。もう本当に勝田を育てたい、このオフに。勝田の走力が上がった。まあね、変化球磨いてる間のも他の能力もしっかり上がってくれるので。港が対左 F 対左 G の人ね。そこいいんだ。もう
落ち着いいね。さあ、に青マス止まろうかな。ちょっと疲れも溜まっているような気がするので、どこかで休む、もしくは緑マスも止まっていってもいいかな。そろそろ、また5が多いので一回ちょっと5を消費します。消費、おいいね、勝田スクリュー覚えた。シンカーじゃなくてスクリュー、あーまあそうか、パワープロのあれだね、スクリューね、いいね、かっこいいスクリュー。うん、これは止まっておいた方がいいな。行こう。選手の性格について、荻野クール、受け入れる、したたか。あんまりね、この辺はなんか、そうだ、クールだと何かが上がりやすいとかあるんで、来年以降そういう1年生入ってきたらね、そういう育て方またしていこうかなと思います。はい、ちょっと勉強してきます。メントレ、練習試合とか来ないっすね。12月、はい、というわけで引き続き菅沼は変化球磨くで、勝田、いいね。とりあえずスクリューを覚えたので、スクリューどんどん磨いていきましょう。で、そんなことをしている間に、おそらくスタミナ B150 キロは到達すると思うので。で、444になれば、スタミナとコントロールを AA、そして150キロ。いや、そしたらもう負けないでしょう。もう本当に僕はね、泣きそうになったんで、負けて。ここ、磨くのは、よいしょ。で、筒井も変化球磨くの、ここ。よいしょ。うん、よし。で、勝田は相変わらず、ミートパワー、肩。まあ、さっき説明した通りですね、上げていくのは。宮内、そうだな、もう総力が放っておいても A にはなりそうなので、じゃあ一回ここからミート上げていこうかな。はい。よいしょ。よいしょ。うん、みんな順調に育ってくれてますね。肩アップ浅い、ミート S 行こう。やっぱりよし。いや、荻野も結構いい選手になってきましたね。うん、荻野も全体的にいい能力になってきたぞ。オール C には持っていきたいね。うん、藤倉のお豆さん、違うか。守備よし、 OK。 いいね、いいね、いいね、いいね。さあ、ではどうしよう。うわ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 、危ねえぞ、危ねえぞ。一回練習休みにしよう。いいね、栗山いいね。いや、5いっぱい持ってる状況で行った方がいいかもしれない、あれはね。よし、で緑で体力回復してから合宿行こう。よい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 よ、マスラ結構5多いし、5がいいのか、合宿行く前って5がいいのか。とりあえずこのまま行こう。総合練習5とか強そうじゃない。なんか よし、合宿。さあ、合宿で化けてくれ、本当にね。阿部ひっつくチャンスがあるのか。
小原な、パワヒ。これはどこだろうな。ここかここなんですよね、僕の中では。ここだ。さあ来い。うん。調子安定。うわ、調子安定とかは投手につけたいんでね。うわ、キャッチャープラス1狙えるのか。いや、でも板垣にパワーヒつけるっていうのも大いにある。そして板垣はもうキャッチャー B なんで、ロマンでここだな。板垣にパワーヒがつけばマジで4番になれる。うわ、はい、野手なんで基本的には打撃能力とかがつく方がいい。ここかな。お、いいね、藤倉初球丸。さあピッチャー、おー、ポーカーフェイスか。ポーカーフェイスは微妙だな。ここだな。うん、さあ特能ついてほしい。最後これだ、いくぞ。パワーヒつけ、誰かパワーヒか広角とかついてほしい。合宿とはそういうところ。まあ何個か特能がついたって感じだな。そんなには化けなかったな。いや1年つつい、いや筒井良くなってきたな。1年生でこれか、もう良くなってきたね、筒井くん。じゃあ筒井をしとこう。神奈川のノリノリくん、それはいいのか果たして。どうしようかな。ちょっと1消費したい感もあるな。緑止まりたい感じもあるんですけど、うーん、どうしようかな。この人たちでもたまに化けることがあるのでね。ちょっと狙っていきたい感はある。で、緑しっかり止まっておきましょう。あ、これ良き感じで止まれる。4で一気に練習効率上げて、ミゾット社員よし、 OK。 お、野球マスもあるぞ。まあ今年はね、甲子園決勝行ってて、あの8月21日泊まれてないっていうのもあるんで、ちょっと特能がつらい。よし、ありがとう。でこれは4が出た方が多分いいと思うから、スケジュール見直し。よし、4出た。よし、 OK。 OKOK。 で2はしっかり使おう。いや11かな、11だな。さあ誰に何をつけるか。1年今泉、おお、いい能力になってきましたね。でも
2年篠田、宮内、いや宮内だな。1番バッター宮内になんか特能つけたい。盗塁 B だけだとなんか物足りないっすね。宮内になんかつけたい。いやそれはいい、もう盗塁はもういいや。何かなつけるなら、何でしょうね。1番バッターっていうことも考えると、いやでもまあフルヒッターでいいかな。で引っ張りやっていく。オッケー、ナイス。これで引っ張りコマンド使いやすくなった。いやもちろん今年もね甲子園優勝狙っていきますよ。言われなくても狙っていきますよ。ジャニュアリー、フェブラリー、おいち。はい、というわけで変化球そろそろ5になんないかな。放っておいても5になるかな、ならないかな。まあしっかり覚えるか。うわースクリュー磨くのに時間かかりそう。勝つた444になるかな、むしろ。うわ444になるかな、心配になってきた。いや甲子園もあるしね、甲子園出れば大丈夫大丈夫。甲子園中になるよっていう、いや甲子園予選までにならないと、あの神奈川北高校だっけ、あそこに勝てないじゃんね。頼むよ。これ放っておいてもシュート磨き終わるかな。小原ちょっと放っておくやつやってみようか。まあダメだったらまたね覚えさせればいいしって考えると、じゃあ小原は悩ましいんだよな。どっちをエースにするのかがまず悩ましいんだよな。大原と筒井どっちだこいつら、どっちがエースなんだけど。寸前バツついたからな、リリーフにもしたくないしな。特能を見るに、まあ伸び B か。コントロールはこっちの方がいい。でもスタミナが低いんで、じゃあこいつはもう中継ぎにしようか。中継ぎで抑えではない、寸前バツがついてるんで。川上かお前は、よいしょ。というわけでじゃあ球速上げよう。よいしょ、うん、順調順調。黒滝いいね、ミートアップ。うん、セカンドもある程度守備整ってきましたね。てかこいついいね。え、こいつ1年だろまだ。あ2年か。あ、そっか。ごめんなさい。サードなんで、そっか。こっちですね。はい。それはこいつは強いわ。もう2年だから。いいっすね。サードも強くなってきましたね。このセカンドもまあまあでも、強くなってきましたね。まあまあでしょう。はい。篠田。うん。良き能力になってきた。ミート。浅い。ミート。オービーのが、こんな感じ。で、守備しっかり上げたので、これでまあセンター守れるでしょう。もうこの月で、守備系は全部 C に行くでしょう。あとは打撃上げていけばいいかな。藤倉はミートアップでいいよ。守備アップ。栗山監督。オール C になるかな ?1 年の間に。1年、2年の間に。1年の間は無理か。お初めて今日以外を吹けた。練習試合来ないな。どこがいいだろうこの場合は。占ってもらうのが一番かな。占い行こっか。占いで天才になることってあるのかな。練習休み扱っておきたいな。練習休み、からのじゃあしっかり2を使った後に
スケジュール見直し使いましょう。さあ、栗山を選ぶんじゃないよ。栗山を選ぶんじゃないよ。オッケー、練習休み。あ、練習指示持っといたらあれか、シュート。あ、なるほどね、そういう使い方ね。今頭にパッとひらめいたんですけど、さっき大原だったっけ、変化球もう 4-4 で止めたいのに、今月これ変化球覚え切った後も変化球磨き続けるなこいつと思ったんですけど、こうやって練習指示を確保しておいて来月使えばいいんだ。ほんで上がった瞬間に練習指示やればいいんだ。オッケーオッケー。栗山、だからちょっと練習指示持っておきましょう。スカウトは興味ねえな。ベンチブレス、もう珍しく練習試合も何もしない動画になりますね。まあ、ドラフトがね、ドラフトが見せ場だったな、今回の動画の。平林。まさかの平林。よいしょ。このおっさんとこの、自分たちのあれってどっちがいいんだろう。あ、今進化覚えたから、本当は今の瞬間に使うのもいいかもしれないですけど、25日だし、まあいいや、もう。栗山。神奈川の大砲いいね。かっこいいね。今度1が多いぞ。いいね、勝つと。勝つと、いいね。噛んじゃった。勝つと。じゃあ5で。オッケーオッケー。はい、というわけで、さっき言ってたやつをやりましょう。うわ、勝つとの体力がやばい。ちょっと練習休めるときは休んでいきましょう。はい。というわけで、もう勝田55に、あ、菅沼か。菅沼55になれば、もういいかな。66にしようか、55にしようか迷ったけど、まあ、55でいいや。55で、とりあえずまず150キロ目指そう。あ、違う、南東派って言ってたんだ。じゃ、制球アップだ。よし、コントロール A にしよう。で、それから、コントロール A になったら球速に振ろうかな。もう、てか、大会始まったら球速でいいや。大会始まるまでずっとコントロールで。はい、で、勝田。うん。どうでしょう。うわぁ、進化あんまり覚えねえなー。もっと覚えてほしいな。勢いよく。444になるかな。あれか、3方向目。だから結構時間がかかるのかな。いや、でもダメだ。何か劇的に変わらないと勝てない。神奈川北高校に。もう走り出した道は止まれねえぞ。かっこいいこと言ったぞ、今なんか。ちょ、待てよ。みんなあれだな。小原もすぐなりそうだし、筒井もすぐ覚えそう。で、米川はまだか。じゃあ、筒井と小原が変化球を覚えた瞬間に練習指示しましょうね。はい。よいしょ。うん。まあまあ、順調でしょうね。オッケーオッケー。まあ、ミートあげるべきですよね。1番バッターなんで、宮内はね。黒滝、ミートアップ。よし、サードもとりあえず守備方補給 D まで来た。で、とりあえずミート C まで上げてからパワー S 目指そう。守備アップ。いいね、ショートもオール C に近づいてきた。うわ、浅いのパ、ミートが A になった。では、総力も B まで持っていこうかな。
いや、ミート総力 A にするか、3番バッター、このバッターね。総力も A にするか。そしたら盗塁もできるもんね。盗塁は盗塁 C。ほら、盗塁もうまいぞ。いや、悩んだも持ってるのね。悩んだも増えるでしょう、そしたら。よし。荻野も守備が C になった、全部。栗山監督はじゃあそろそろ守備上げていこうか。いや、結局栗山監督が夏はセンターやりそうだな。まあいいけど。で、弾道とかはまあ上がるでしょうね、そのうち。OK。野球マスがあるぞ。あ、そうか。あ、進行アイコン、そうだ。こいつにめちゃめちゃにされて練習指示がなくなった。はい、というわけでね、やりたいことはやれなくなっちゃいましたね。そうだ、こやつはならず者だった。まあいいでしょう、変化球。まだ2年なんで、もしかしたら5-5にするかもしれないですね。もう3方向はね、ちょっと勝田見るにあんまり覚えが遅いんで、今回やらないかもしれないですね。基本的には、2方向、最初から2方向の人は2方向にしようかなと思います。まあ最初から3方向覚えてるピッチャーは3方向全部上げていきたいんですけど、ちょっと勝田の変化球のね、伸びがあんまり良くなくて心配ですね。444行くかどうかちょっと心配なので、まあそこはしっかり磨いていきたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、ぜひとも皆さん、勝田の変化球磨き、応援してください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。